発表させていただきますさあということで診断結果が出ましたそれではそれぞれの診断結果見てみることにいたしましょうまずはエイタさんの診断結果はこちらですエイタさんは優しすぎるあわてんぼうリスクタイプと出ておりますさあこれどんなタイプかと言いますと 真面目で物事に真剣に取り組み優しく人付き合いもよく心を開いた人には尽くすあなたしかしそんな性格から人に頼まれ事をされても断ることができず悶々とすることもさらに慌てんぼうな性格がリスクにつながりがちというね死、えー、んだ結果出ております。さあこののタイプの方は例えば 自分の限界をオーバーするほど仕事を頼まれても断れず残業のしすぎで病気になって働けなくなるリスクがあるそうなんですがさあエイタさんこの診断結果ご覧いただいていかがですかそうですねいやまああの、うん、思い当たる節もありますけど、うん、まあでも頼まれてもそうです断る 結構断れますね、僕 <laughs> い,やいやでもそうですねうん、当たってますけどやっぱりその何ですかねこういう仕事どんなの方でもそうだと思いますけどその追い込みすぎみたいなこともこのストイックになりすぎても良くないということでそのやっぱりあの自分自身をこういたわることもあの大切なんだなということであのやっぱバランスを,を持てるようなあの。 人間になりたいですよね。<ー>ねそうですよね。だか心と体の健康があってこその仕事ですからね。ねそうですね。はい。そのバランスの保ち方っていうのが大切になるのかもしれません。こう前向きな気持ちは持ちつつも頑張りすぎないようにしてください。はい、ありがとうございます。はい。じあ続いてまいりましょう。吉田洋さんの診断結果はこちらです。はい。吉田洋さんは。 人気すぎて忙しすぎリスクタイプということでまさしくですね今の吉田さんにぴったりだなと思うんですがさあこのタイプの方は明るさとノリの良さに加えて優しさを兼ね備えるあなたは誰からも好かれる人気者。非常ににポジティブでで失敗に対してもなととかなるさと楽天的ですが 反省がが苦手まままた自由奔放ででわがままな面ももああり周囲の人をイライララさせるることもあるそうです本音はゆっくり行きたいけれど人気者ゆえに多忙の身それゆえのリスクもという結果なんですがさあこのタイプの方は例えばやめとけと言われているのに無人島に行って遭難して体が傷つき働けなくなるリスクがあるそうなんですが吉田さん思い当たる点ありました いや今言われたことは全部うんうんってなりました。<laughs> あ全部うんうんとうなずけてしまう。まね、はい。じゃあこうよさんこう人気者ゆえにこういろんなお誘いがあるかと思うんですが、例えばですよ。みんなでこう無人島に行こうとなって <laughs> 無人島にこう何か一つだけ持っていけるよって言われると、うん、何持っていかれます？ 大豆と納豆菌を持って行きますええー、一つって言ったのに今二ついましたねせんセ,ッセットで、<laughs> あの、ええ、無人島に生き物がいなかった時のために植、はい、物性のタンパク質で食を確保するっていうのでまあ納豆が好きなのでできれば大豆をまいて納豆菌をふりかけて日々納豆を食べて生き延びたいと思います <laughs> すごいですね、そんなに納豆好きなんですか納豆大好きです<ー>はい。 でも、体にいいですからね。はい、はあ。ありがとうございます。何か持っていくとすれば、大豆と納豆のその菌を持っていくということで。面白い回答いただきました。ありがとうございます。さあ、では、荒川良男さんの診断結果見ていきましょう。こちら。<music> 荒川良男さんは。 人気ででせっかちディスクタイプと出たようなんですさあこのタイプは明るさとノリの良さに加えて優しさを兼ね備えるあなたは誰からも好かれる人気者非常にポジティブで失敗に対しても「出ましたねなんとかなるさと」と楽天的ですが反省が苦手また自由奔放でわがままな面もあり周囲の人をイライラさせることも少しせっかちな傾向があるので そのせいでリスクを招いてしまうという結果となりましたさあこの方は例えば冒険心に火がついてバックパック旅行に出かけたら襲われて体が傷つき働けなくなるリスクがあるそうなんですがさあ荒川さんこうしようと思ったら、はい、こうすぐに行動に移すタイプですかあどっちかと言ったらそうですねだから何でしょう居酒屋とかに行って カラグラスなんかオーダー頼む時にじゃあ秋グラスがあってその時にあのおしぼりのカラグラスと一緒にそのおしぼりのビニールを下げてくれとかついでの仕事をやる人が好きですねそういうのをやってくれないとちょっとイラッとしたりとか <laughs>、はい、あとこう街歩いててあのちょっと若い 二十、ね、歳ぐらいの子に指さされたらダメだぞとかそういういいこと言います多分だから怖いお兄さんにいつか絡まれるかもわからないですけどね、はい、もう世の中にはリスクがいっぱいですので気をつけてくださいねでも当たってるなというのがすごくありましたしあの例えばこのバックパック旅行なんていうのもなんか急にこう旅に出かけてみたくなるみたいな衝動って。 旅行まで行かないんですけどよしちょっと時間いたら映画館に行こうとかそういうことはありますけど、はい、いやでもね本当にリスクはどこに潜んでるかわからないということで事前のこう準備というのは大切になってくるんではないでしょうか。さあということでリスクチェッカー体験してみていかがだったでしょうか。こう意外とと思われることや 思い当たる点皆さんねそれぞれあったかと思うんですがご自身のこの他の方の診断結果も、えー、聞いていただきまして働けなくなるリスクについて改めてどんなふうにお感じになったんでしょうかでは最後に伺ってまいりましょうではこれは荒川さんからお願いいたします。そそそううででででですすすねねこの5分わわかかるるリスクチェッカー25問でしたっけ、ね、はいんんな いや、驚きました。<laughs> ありがとうございます。いや僕これ、この短さでこう簡単にいろいろ自分のことがこうこう分析されてしまうっていうのは、やっぱりリスク備える上でやるべきですよね。驚きました。<laughs> はい、ありがとうございます。はい。 さあでは続いてまいりましょう吉田さんお願いいたしますはいいやすごく面白かったですねなんかその自分にとっての働けなくなるリスクが具体的にどんなものかというものが分かればその対処策も具体的に考えられると思いますのでぜひあのたくさんの皆さんにこのリスクチェッカーは体験していただきたいなと思いますありがとうございますでは最後に永田さんからお願いしますはいあの今やって一つ気になったのはあの僕だけ人気っていう言葉が入ってなかったですね。<laughs> で僕が演じたその上田はじめっていう人間もそのちょっと一歩引いた人間というかこうちょっと隅っこにいて例えば、ちょっと天の尺でひねくれているような人間でもやっぱり何ですかねやっぱりいいことはもちろんありますしあの前向きに生きて素直に生きることもできますしでも、人はどんなきっかけで変わるかわからないですから。あの ね、やっぱ本当に前向きに強く生きていくためにもあのこのワンアップを本当にすごくいいあの保険だと思うのであの皆さんに本当にぜひ知っていただきたいなと思いいまますすありがとうございますもう本当にこの働けなくなるリスクってこう身体的なことだけではなく体のこう精神的な心のこともありますすからねねそうですよ、ね、えストレス社会をこう乗り切る中には必要ですよね。はいはい ありがとうございますさあ楽しくお話伺ってまいりましたが以上となりますではどうぞその場でお立ちください本日のゲストご紹介改めてさせていただきましょうエイ、えー、さん吉田洋さん荒川よしよしさんでした今日本当にありがとうございましたありがとうございますではどうぞご講談ください